演舞開演。どうも、本日はこちらウルハダウルリセンシティブソープを使ってみたいと思います。まだこう意外とツルツルって触った感じは普通の石鹸とあまり変わらないような気がしますが、では早速泡立ててみたいと思います。では早速泡立ててみたいと思います。見てください、こんな泡ができました。せっかくなのでこのまま洗顔もしたいと思います。普通の泡より軽くて肌につけた瞬間にスッとするような感覚がありました。これで綺麗になれるかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。